はい、板田です。久方はね、板田チャンネルです。今回もね、またよろしくお願いします。今回はね、ブルースギターのね、フィルインについてね、シェアしていきたいと思います。このチャンネルではね、ギターのね、ちょっとしたアイデア、いろんなフレーズ、このコンテンツを見るだけでね、もうすぐにでもね、ギターを弾きたくなるような、そんな動画をね、毎回じゃんじゃん配信しています。面白いなぁなんてね、思ってくれたら、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。ではね、早速行ってみよう。はい、ということでね、今回はブルースギターのフィルインについてね、シェアしていくんですけど、ブルースにおいてね、フィルインっていうのはね、もうとてもなんか、まあ、かっこよくて、でもね、ちょっと難しくて、なのでね、今回はね、パターンを決めてね、フィルインのね、練習をしていきましょう。今回はね、E ブルース。アコースティックブルースではね、結構 E ブルースが使えるので、この E ブルースのフィルインについてね、シェアしていきます。まずね、まずちょっとこんな感じ。感じとかね、フィルインって言うんですけど、こう歌を歌って間があって、その間のところにね、こう例えばこんなこういうちょっとおかず的なものをね入れるフィルインって言うんですけど、これがね、さっきやったのが大体こうこのこれをベースにね作ったんですよね。これ実は、ここに D7 があるんですけど、D7 から、ここ2つ。ここ。これが E7 なんですよね。A, B, C, D, E。これ E7。ここを使ってね、やると、こんな感じ。まず、まあ、ターンアラウンドから。もうすでにこっから使えるんですよね。これ、このままもう弦が3、2、1。1つ落とす。これ3弦の1フレだけで、あと3本。これ B7。 まずこっからね、これもこの E7 の2弦と3弦だけで、この時親指がこういうね、一定のリズムでできたらやった方がかっこいい。こんな感じ。もし親指がなくても、これでもいいんですけど、もし親指ができればね、こんな感じ。でもここまでだと思う。
感じ。もうこれだけでね、前半はできたようなもんなんで。で、次行くと、これ A の部分。これまたね、この E7 のこの2弦と3弦だけ。最後解放。1弦解放。もう。もうこの形のまんま下がって。じゃあここまで最初から行くと、こんな感じ。あとは B7 A、 こんな感じ。これもさっきと一緒。こんな感じで、今日使ったのがこれとこれ。次はこの3つだけなんですよね。でもかなりかっこいい。最初からいくとこんな感じ。感じでまずね、一通りできると結構ねかっこよくなるんですよね。いや、今日はねこの E7 のね、この3つのここを使ってね、フィルインを使ってみました。フィルインをね作ってみました。よかったらね、すぐにでもね、できるので、チャレンジしてみてください。またね、次の動画でお会いしましょう。ミスターワダでした。パッ。